東愛知新聞は、愛知県豊橋市に本店を置く株式会社東、愛知新聞社が発行する、地方紙で愛知県東三河地方で発行されている、日本新聞協会に加盟している。1957年11月15日に、勇敢豊橋として、創刊、翌年に、豊橋毎日新聞と海題市長官市へと転換。1963年に、 近隣の豊川市民新聞、蒲氷日日新聞などを九州合併し、発行エリアを拡大、現在の東谷市新聞へと解体した。豊橋、豊川、蒲氷、田原、新城、奥三河のニュース、話題を主に取り上げ、売れダム、大島ダムの貯水量がわかる水亀情報、小学生の書道作品や絵画を掲載する市場作品展。 週替わりで、店やスポットを紹介する、三河ウィークリー、東三河の空き巣件数を示す、泥棒天気、様々な話題を掘り下げる、チェックポイントやギャラリー展示情報など、地域に根ざした連載やコーナーを展開している。豊橋市に本店を置く競合市としては、東海日日新聞もあるが、同市より、後発の参入ながら、発行部数では上回る。購読者層は、 観光庁や商業関係者に多い。東三河の JR 東海の駅売店や一部のコンビニエンスストアでも即売されている。毎年選出される海、港、船の3王からなるミス港の主催者としても知られる。創刊50周年となる2007年、ミス港創刊50周年記念としてハワイ旅行を実施。最終日。 11月7日のディナーパーティーには、東愛知新聞総刊50周年と28回のミスミナトツアーを祝って、伊佐市、県ほかまホノルル市長、スペシャルアシスタントから11月7日を東愛知新聞とミスミナトの日に制定する宣言書が藤村敬吾社長に手渡された。宣言書は、ミスミナトハワイ訪問での参加校や豊橋市の PR や、 両子の友好活動の貢献の積み重ねを高く評価。今後もハワイと日本、豊橋市民との強い絆を宣言している。ありがとうございます。